サイモン・スナイダーはアメリカ合衆国の政治家。1808年から1817年まで第3代ペンシルベニア州知事を務めた。ペンシルベニア州議会では3期にわたって下院議長を務め、米英戦争ではペンシルベニア州兵を統率した。1759年11月5日、スナイダーはペンシルベニア植民地のランカスターにおいて、 モラビア系移民の家庭に生まれた。1776年、スナイダーはヨークへ移り、比較製品の職人に弟子入りして4年を過ごした。スナイダーはクエーカーの夜間学校に通い、教育を受けた。1784年、スナイダーはセリンズグローブに移り、製粉所を開業した。スナイダーはマーケット通り北121番地に居住した。スナイダーは、 治安判事として政治生活を開始した。スナイダーは1789年にペンシルベニア州憲法制定会議のメンバーを務め、1797年から1807年までペンシルベニア州会議員を務めた。1804年、1805年、及び1807年にはペンシルベニア州会議長も務めた。スナイダーは民主共和党に所属し、 1805年に、ペンシルベニア州知事に立候補したが、トマス・マッキーンに敗北した。1808年、スナイダーは、民主共和党の全面支援を受け、ペンシルベニア州知事選挙で勝利を収めた。スナイダーは続く1811年と1814年の、選挙でもそれぞれ連邦党のウィリアム・ティルマンとアイザック・ウェインを破り、 1808年から1817年まで3期9年連続でペンシルベニア州知事を務めた。スナイダーは1812年に州都ランカスターからハリスバーグへ移すことを提案した。スナイダーの提案は州議会に承認された。1812年、スナイダーは連邦党の強い反対を無視し、米英戦争を全面的に支援した。 スナイダーに対する批判はアメリカの勝利で終戦したことにより収まった。戦後、ジョン・ビンズは同年の大統領選挙に民主共和党の副大統領候補にスナイダーの名前を挙げたが、党の指名獲得はならなかった。1818 18年、スナイダーはペンシルベニア州議会において連邦上院議員に選任された。だがスナイダーは、 着任前の1819年11月9日に、ショーチーフスにより死去した。スナイダーの遺体は、ペンシルベニア州セリンズグローブのシャロン・ルーテル教会の墓地に埋葬された。サイモン・スナイダーの父親はアンソニー・スナイダー、母親はメアリー・エリザベス・ニッペンバーグであった。1790年、スナイダーはエリザベス・マイケルと結婚したが、 1794年に死別した。スナイダーは妻エリザベスとの間に以下の子供二人を設けた。アメリカスナイダージョン・スナイダー1796年、スナイダーはキャサリン・アンツと再婚した。スナイダーは妻キャサリンとの間に以下の子供五人を設けた。アンツ・スナイダーヘンリー・ダブスナイダー・ジョージ・アンツ、スナイダー・フィリップ・フレデリック・スナイダー・アンツ・スナイダー。 ありがとうございます。